の試合をやってるからチュニドラと言われちゃうんじゃないですか。お盆明けの神宮球場でございます。その前の予定がだいぶ長引きすぎて、私にしては珍しく5時10分くらいの日です、今日は。明日はチアドラさんが来たりするみたいなんですけど、今日はポイントももらえない普通の平日でございます。ただただ入り口でね、オープンハウスのめちゃくちゃお兄ちゃんたちの声を聞けたっていうのがお分かりいただけたと思います。はい、ということでもうね、つべこべしてる暇はないので、練習中が一番落合ヘッドを探せるチャンスなんですよ。なんで私はいつも4時半入りをね、毎回開門入りをしてるんですけど、今日は出遅れてしまってるので、ヘッドに会いに行かなきゃいけないな。神宮の売店はペイペイが使えないんですよね。なんで交通系で払ってます、いつも。じゃあ今日も一丁応援するでアリンスですよ。ドアラさんがめっちゃ近くに来ました。今日宗村上がいないんですね。びっくりですね、これね。サード沢井くん、はい、お、どうしようもない。これはもうあっぱれです。あ、嬉しいね。あとちょっとでホームランやったから3号逃げるかもと思っちゃいましたね。期待しちゃいました。あ、今日はご飯系はあんまり食べる気になれないので、なんか食欲が夏バテでないので、バスキンロビンスの31アイスクリームで31の中地くんを応援したいと思います。キャラメルリボンのシングルカップで、はい、とりあえずちょっとこの31は食べます。美味しいです。いや、甘いようにはいかないってことかな。大丈夫、キャラメルリボンだから打線になるはずですよ。待ちましょう、その時を。あ、一安心ですね。はい、花火を楽しもうと思います。暖かいですね、すごくね、いい雰囲気です。です。では始まります。沖縄のキャンプ行った時と沖縄のあの花火以来です。助けてくれ。いや、こんな試合やってるからチュニドラと言われちゃうんじゃないですか。違いますか。
はぁ、一年そのままにあると思ったのにな。だいぶしんどいですね、今日の試合はね。なんか、いけるかなと思ったところで追い打ちがどんどんかかってくるって、マジでしんどかったです。まあ、やっぱ大島さんは出した方がいいんじゃないでしょうか。私はそう思います。立浪監督見てますか？大島さんは出した方がいいんじゃないですか？なんだろうね。まあ中津くんはちょっとね、制球が多分あんま定まらなかったとこがもったいなかったとこかなと思いますね。ピッチャーで4球がすごくもったいない。意外とその強打者は結構しっかり抑えるのにって感じなので、もったいないかなと思います。あと、林くんは明日30連続行ってほしいなと思います。そのくらいですかね。しんどすぎた。明日は勝ってね、監督の誕生日なんだからね。頑張れチュニドラ。